本日はですね、BFB チャンピオンズグローバルキックオフスペシャルアンバサダーといたしまして、この方をお呼びいたしました。どうか皆さん、今日は満席でございますからね、盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。 Ladies and gentlemen, please welcome 女優の河北麻友子さんです。どうぞ。イエーイ、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。ではまずは皆様にご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。スペシャルアンバサダーとして来させていただきました河北麻友子です。本日はよろしくお願いします。いや、にしてもすごいスタイリッシュですよねすいません、なんか日本人に見えないんですけどすいません、ちょっと攻めてきました。 すごい攻めに入っていてスポーティーでね、はい、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、本日は BFB チャンピオンズのアンバサダーとしてお越しいただいたわけなんですけども、川北さんはスマホゲームはプレイされますか？します。結構空き時間とかでついついやってしまいますね。あ、ついついやってしまうんですか？はい、あ、そうですか。力強い意見をいただきました。ありがたいです、はい。ちなみに本日の衣装のテーマ、これはもうズバリ何でしょう？テーマ、そうですね、なんかスポーティーなんですけどおしゃれに可愛く、ステラ・マカートニーさんとアディダスのコラボなので、ちょっとおしゃれな感じに、女性でもジムに行きたくなるような感じの服装にしてきました。はい、いや、これジムにいたらちょっともうそのままなんていうんですかね、ナンパされまくって帰ってこれない、まあ女優さんですから、まあ、そういうこともないかもしれませんけどもねいや、安倍さん、こんな綺麗な方が今日一日アンバサダーになっていただきましたけど、はい、いかがですか、ご感想は？いや、もうとても綺麗ですありがとうございます。キュートですよね。そうですね。で、ゲームに出てくる秘書よりお綺麗なので、あ、それは間違いないと思います、はい、実際ゲームに登場していただいたら、お客さんの本当にアモーレに、アモーレですね、すぐなってしまいます、ね、今時言葉ですね今流行りなんですね。さて、川北さん、今回ビジュアルに起用されている選手、はい、川北さんがお生まれになる前に大活躍した選手なんですけど、はい、ご存知ですか？もちろんです。はい。あ、そうですか、はい、すごい。マラドーナさんっていうんですけども、はい、もちろんです。なんか監督でかなり太っちゃってこうやってやってるイメージが強いと思うんですけどもそうですね、監督、私世代だとちょっと監督のイメージが強いんですけど、もちろん、はい、ものすごい選手だったんですよ。そうですよね、はいはい、まさにもう神様、はい、マラドーラ全盛期の1986年のメキシコワールドカップ、アルゼンチン vs イングランド戦で決めた神の手ゴールはですね、はい、センタリングに合わせたマラドーナの手に当たってゴールしたんですけども、はい、まあ、いわば反動で反則技なんですけどもね、マラドーナだからこそゴールと判定されちゃったわけです。はいはいはい、世界ナンバーワンの実力を持つマラドーナならではのまさに神話となったわけなんですけども、そんな神様マラドーナが満を持して本作に登場、本人もお墨付きということなんですけどもね、はい、実は本日川北さんのために阿部プロデューサーがマラドーナが百発百中で当たるスカウトを準備してくれました。はい、やった、用意しました。あ、ありがとうございます。はい、ぜひスカウトのボタンをポチッとしていただきたいと思います。はい、さあ、じゃあ弾いてみてください。はい、どうぞ。せーの、ポチあれ、コジマラドーナウィー、俺を招集したのは誰だ。あれ来ちゃったかな。もう大丈夫ですよね写真撮りましたよね大丈夫だね。どうもー、コジマラドーナでーす。いや、なんと間違えてコジマラドーナを弾いてしまったようです。改めまして、本日2人目のスペシャルゲスト、コジマラドーナこと小島よしおさんです。よろしくお願いしますでもそのアフロとそのアルゼンチーナのユニフォームは似合ってますね、はい、いや、もう、はい、自分のためにあるような、
はい、はい、そんな感じ。じゃあそのスタイリングでまずはご挨拶をしていただきましょう。はい、はい、今回、小島マラドーナとして招集されました小島よしおです。神の手ピア。しかし小島さん、何ですか？マラドーナ、何が嫌なんだよ。もうさ、なんかこっちまで滑ってる気分になる。いやいや、あの滑ってないです、滑ってないです。いや、同じもう画面に映ってる感じ。絶好調です。いやピーヤ、これ使ってください。ピーヤ、センターを、一応センターをキープしてる。ピーヤ、一緒に使ってください。一緒に滑ってるよ、本当に。さあ、川北さん、コジ、マラドーナを弾いてしまいましたけども、ご意見は？いや、もう全然嬉しくないです。いらないですね、はい、いやいやいや、もう招集したんだから自分で。招集。阿部さん、マラドーナさんと契約するのにだいぶ時間かかったと聞いてますけども、はいはい、大丈夫ですか？ちょっと危ないですね。ちょっと今更破綻になりませんか？そうですね。マラドーナさんカタールにいらっしゃるので、ええ、何かあったら一緒にコジマラドーナさんも来ていただくと。じゃあ、まあ、彼の芸人人生をかけていただくと、はい、いうことで、はいはい、そうですね、よろしくお願いします。何かあったら、何かあったらって、小島さん、まあ、正直小島さんにサッカーという印象はあんまりないんですけども。あ、そうですか。いつもなんかフェラーリぐらい高い自転車をこうかっ飛ばしてるようなイメージがあるんですけど。いやいや、自転車も乗ってますけど、サッカーも、はい、僕少年の時やってましたからね。あ、小学校の時にやってましたよ。そうなんですか、はい、ちなみにポジションは？ポジションの左フォワード。あ、本当ですか？いや、本当ですよ。ちゃんと話ができますね。すごいですね。お、すごいですよ、はい、ちゃんとこう左利きで。マラドーナと一緒ですね、はい、マラドーナはもう左で。そうですね、ですよね、はい、小島マラドーナも左ですよ。大爆笑エピソードが出るのかなと思ったら、あまりにもサッカーにシリアスでびっくりしました。大爆笑エピソードでもあったんですけど、まあでも時間ないみたいなんですが。いや、なくないですよ。いやいや、大丈夫、大丈夫。ありますよ。全然いやいやいや、本当に長いからこれ。長いですか？はい、2時間ぐらいかかるんで。長すぎでしょ、うん、